こんにちは。自宅料理紅宮間にいらっしゃいませ。今回はいろんなものにアレンジできる鶏のもも焼きを紹介したいと思います。例えばサンドイッチだったりお弁当だったりハサミ焼きだったり、これの元になる鶏のもも焼きを紹介したいと思います。すごくシンプルな焼き方です。鶏を焼く前にまず骨がついているかどうかひっくり返して触ってもらって、骨がないか、あ、あります。こういうところの端に骨がついていることが結構あるんで、骨は取ります。こんな感じで骨ついてますね。それからこういう筋、気になる方は取っていただいても、それから今度は反対にします。こういうところ少し脂が多ければ取ってください。こういう金串、もちろんフォークでも結構です。そういうので少し穴を開けて縮みが少ないように、丁寧にやればやるほど皮は縮み少なくなります。切る時も楽になりますし、肉まで通ってますんで、これでお肉も柔らかくなります。それからこれから暑くなりますけど、お肉を焼く前にできれば10分か15分ぐらい常温にしていただけたら随分違うと思います。塩コショウしていきます。塩一つまみ、それからパウダー状のコショウ、反対で、よくなじませて、こちらにもコショウでよくなじませる。ちょっとはたいてあげるといいと思います。鶏を焼く前にお肉を押さえる、お皿でもいいですし、耐熱のこういうガラスのプレートみたいにでも結構です。焼くときに上から押します。たくさん油が出てきたときにはこれで拭き取ります。こういうのを用意していただくと楽です。焼いていきます。まず油、軽くで結構です。エクストラバージンオイルです。オリーブオイルです。そしてフライパン、火をつけない状態で乗せていきます。2枚焼くようにしていきます。中火、フライパンの底に炎が当たるか当たらないかぐらいの火で結構です。こんな感じです。冷たいままで肉のせていきます。その後上から押さえるようにこれをのせます。ちょっと光ってますけど、あんまり盛り上がらないようにちょっと押しますね。こんな感じです。まだここ触っても熱くないんで、できれば軽く押さえていただければいいと思います。もっといいのはこういうボウルに水を入れてこういうふうに押さえておいていただけると、もうちょっと均等に焼けると思います。ここを持って押していただけたらかなり均等に焦げ目もついてくると思います。皮に一遍火が通ればもうそのままこれを取っていただいても結構ですので、とりあえず皮が縮む前に均等に火がかかれば OK です。もうじわじわいってきてます。まずこのまま5、6分焼いていきます。時々こういう風にフライパンを回していろんなところに火が当たるようにしてもらうともっと綺麗に焼けます。たまにこういう風に押してあげるとすごくいいと思います。これはお肉ばかりじゃなくてお魚にも言えることですので、でこういうふうに盛り上がってるところ、こういうふうなところもこういうふうに押していただけたらもうちょっとよく焼けます。
で今度は反対、こういうところも押します。もうある程度なりましたが、もう大丈夫ですので外しちゃいます。それと油が出てきてますから、あんまり取りすぎると美味しくないんですけど、跳ねますから少し取ってください。少し傾けると油出てきますので取りやすいです。この鶏肉を本当にちょうど火が入った状態で焼くことによって仕上がりも美味しさも違ってきます。ある程度になりましたら、今度は少し熱い方を中に入れて火を入れていきます。油がまた跳ねてくるようにしたら少し取ってください。跳ねるのを防止する程度の油を取っていただけたらいいと思います。それから横を見ていただければいいんですけど、こういうふうにお肉に白くなってきて、全体を見て半分ぐらい白いのが入ってくればひっくり返します。例えばこれまだこの辺白いですけど、ごめんなさい、赤いですけど、これが半分ぐらい火が入ってきたらひっくり返します。これあたりちょうどいいです。このぐらい火が入ってくれるとこんな形、ちょうどこれぐらい、この白い線のこのぐらい、これぐらいになったらもう返していいと思います。そうすると裏側も綺麗な色になってます。かなりいい色に焼けてると思います。時々こういう風に触ってみて、あ、弾力は出てきたな、もう少しかなのを覚えていただけたらいいと思います。どうしても心配でしたら、こういう温度計を使って中に差し込んでもらう。現在これ中が47度です。もう少し火入れた方がいいと思います。少し回す。それと跳ねてきたら取ってください。反対側に向けたら少し弱火にしてください。それともう一遍やってみます。まだ44度ぐらいなんで、ここの中は生です。ひっくり返しにして焼けてくれば大丈夫と思います。この感覚を、焼けた感覚をこうやって押して覚えていただけたら結構だと思います。もう一遍刺してみます。もうこうやって60度ぐらいになってます。この感覚を覚えていただけたらいいと思います。
もうこれで十分だと思います。これでお皿に取ります。パズラで乾燥もしないし、冷蔵庫に入れた時に形にしてます。焼き上がりましたら氷がないんで、こういう保冷剤を入れて冷やしてもらいます。その後これを入れて半分ぐらい、半分ぐらい蓋を閉めて空気を抜いて水面ギリギリまで口が来たら閉めていきます。プチプチって音がすれば OK です。その後は重いものをして沈めといていただければすぐに冷えると思います。だいたいこれでは 4、5 日大丈夫だと思います。照りを焼いたらこういう風に冷やしています。最後までご視聴誠にありがとうございます。またのご来店心よりお待ちしております。チャンネル登録していただけると励みになります。よろしくお願いします。